はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。お届けお待ちいただいている皆さん、すみません。続々と作業の方は完了してですね、出荷の準備進めておりますけど、今日完成しましたのはヤマハのこのピアノですね。動画とかで ご覧になっている方もいらっしゃると思いますけど、ヤマハの高級ピアノ、この外装のねモールがついてるタイプですけどね。はい、これが完成しました。いつもね、完成前のっていうか入荷直後のもう汚れた状態、傷のある状態ですけど、完成したらね、ここまで綺麗になる。もうちょっとお見せしたくてね、今回これちょっと撮影しております。ピッカピカですね。新品買ったのって言われるぐらい綺麗になってるんですね。この外装のツヤもね、ご覧ください。こういう風になってます。はい、鍵盤もね、今ちょっとすごい技をやっぱりね使いまして、もう本当に新品に張り替えたぐらい綺麗に光ってるんですよ。綺麗にね光ってますね。はい、で、このペダルはもちろんね、カバーをこうやってかけてやってますけど、これはちょっとね、そういう公共の場所に納品ということなので、この補助キャスターっていうのかな、ゴロゴロと転がす新品のね、こういうものをやってます。ですから、まあそういう会場、大広い会場とかで、まあプロのね、運勢屋さんに頼まなくても、ゴロゴロと転がすことができる。こういうね、こういうのあるんですよ。ねえ。だからまあ、この、普段のキャスターっていうのは、ちっちゃいですから、ね、これだと、床に傷がついたりしますけど、この大きいキャスターだと、まあ、傷もつきませんし、ね、素人の方でも、気軽に動かせるということでね、こういう補助キャスターの取り付けなんかもやっておりますね。はい。この猫足の足の方も美しいでしょう。まあこういう作業を、ピアネドットコムは頑張ってやってますよということです。ピンもピカピカね、弦も磨いてます。ハンマーもちろんファイリングという作業ね、終わってますね。こういう、まあ、状態をちょっとね、今日はご覧いただきました。ヤマハピアノね、ここまで綺麗になったということでね、ご確認いただけたらと思います。まもなくお届けします。楽しみにお待ちください。それではさようなら。